皆さんこんにちは、料理家の木島隆太です。さあ今日はですね、和風スパゲッティの定番たらこスパゲッティ、たらこパスタを完全に新しい形で作りたいと思います。定番料理の再解釈、再構築、とにかく今までで一番たらこ感の感じるたらこパスタ、ぜひ作ってみてください。さあ材料です。まずね、たらこ、今日1パックで60とかなのかな、これ1パック全部使っちゃいます。でスパゲッティ、細ネギ、海苔、調味料が今日バター、オリーブオイル、醤油、塩です。冷蔵庫にあるよね。なんだったらたらこ冷凍庫でもいいし、明太子でもいいし、はい、そんな感じ。では作っていきましょう。さあ早速ですが、今日のポイントはここ、デレン、たらこをレンジにかけるね。普通たらこスパゲッティってソースを作って、その中に生のたらこを入れてわーっとやって、プチプチたらこのソースを作るんですけど、今日はね、たらこをレンジにかけて焼きたらこみたいなのを作って、それを仕上げにかける、そんなやり方なんです。こうするとたらこの存在感が半端じゃない。ではまずラップに包んでいきましょう。はい、耐熱皿の上にたらこを乗っけます。でたらこね、最近売ってるやつって結構こう切れてたり穴が開いたりするので、このままでもいいんだけど、いいたらこを使う場合はちょっとこういう風に包丁で切り目を入れておく。でラップでこんな感じで包む。はい、万が一破裂しても安心なように下に耐熱皿を置く。で電子レンジにかけます。時間でいうと1分半ぐらい。これね、レンジにかける時間が長すぎると破裂する危険性が高まってくるので、短めで、あとは余熱で入れるぐらいの感覚。なんだったら完全に火通ってなくても大丈夫です。たらこをレンチンしている間にスパゲッティを茹でます。お鍋にお湯沸かしておいてください。で普通スパゲッティ茹でるときってお湯に塩を混ぜて茹でるっていう人多いんですけど、実際ね、そっちの方が絶対下味がしっかり塩がついて美味しいし、茹で加減も安定していいんだけど、家でやるとお湯の水分が少なくなりすぎてしょっぱくなったり、あとソースの味とのなんていうのかな、比率もちょっと難しくなるので、今日は塩を入れないでよスパゲッティを茹でます。沸騰したお湯にスパゲッティを入れる。塩を入れないで茹でていく。お湯の中に沈めていって、表記時間通り茹でてください。時々混ぜてね、そうしないと固まっちゃうからね。こうポコン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 って、これぐらい沸いてるぐらい、これぐらいがベストです。そういえばスパゲッティってあんまりこの番組やんないんだよね、番組 YouTube でね。俺スパゲッティってすげえ難しい料理だと思ってて、麺にも味がついてる、ソースにも味がついてる、合体させて味を決めるってさ、すごく塩分量が難しいと思うのよ。見てみよう、1分半、どうですか。見てもう大体さ、火通ってますよ。表面の色も変わってきてるし、触っても硬くなってる。でまだ熱いので、このままラップをしたまま置いといて、余熱で中までじんわり火を通す。どこも破裂しないのこれね。破裂するって人は多分ね、やりすぎなんだと思う、レンジ。こんな感じにしておきましょう。はい、では続いてソースを作っていきます。もうね、今日はソースはボウルの中だけで作る。だから火を使うのは麺を茹でるところだけ。どんどん材料入れていきます。まずバター、バター結構引くぐらいの量でね、バター入れる。オイル、お醤油、塩入れておきます。であと入るのが焼き海苔。焼き海苔をぐしゅぐしゅぐしゅっとやってちぎって入れる。であと入るのが細ネギ、小口切りにしたやつ。今こんな感じです。ここにパスタの茹で汁を入れていきます。ソースのボウルに入れていきます。大さじ3から4半ぐらいまで。で入れたらこのソースを混ぜる。そうすると海苔も溶けて、バターも溶けて、とろみのあるソースができてくるんですよ。これね、火使わないから水分量も飛ばないし、すごいね、安定してて作りやすいソース。海苔バターソース、これだけでもいいぐらい美味しいんだけど、今日はそこにさらに焼きたらこも加わるっていうね、すごいごちそう。さあパスタが茹で上がりました。今ザルにこんな感じで揚げてます。そしたら熱々のうちにこのソースの入ったボウルに入れる。絡める。バターと海苔をよく絡めていく。こう混ぜていくうちに海苔もどんどん溶けていってくれて、でさっきのバターとかオリーブオイルが入ってるので、ソースも乳化してどんどんこうトローンとしていきます。ボウルちょっと熱くなるから気をつけてね。これだけ食べても美味しそうな。できました。ではこれを盛り付けていきます。パスタって一気に全部乗っけちゃうと
塊になってもそっとするので、俺ちょっとずつこういう風に持っていきます。ちょっと持って皿の方を回すとこうくるんとしやすいよね。でちょっとこの海苔が、海苔ソースが残ってたらこれもかけていく。はい、こんな感じでまず一人分盛りました。これがもう今日のポイントですよ。このたらこ、これをパスタの上でこの焼いたたらこを、レンチンしたたらこをおろし金ですってぶわーってかけます。こうするとね、からすみそばみたいな、こうすごいエアリーなピンクの雪が降るわけですよ。これが映えるので、ぜひ食卓でこうかけてみてください。お疲れ様でした。見てこれ、ほらすごい映えよね。じゃあいただきます。ほらもうこうやって持ち上げると勝手にさ、この雪が絡んでくるんですよ。このプチプチ感、このプチプチ感すごくない？いただきます。うん、歴代のたらこスパゲッティで一番たらこを感じる。もうたらこというか魚卵を感じる。からすみそばってあったじゃん、あのおそばの上にからすみおろすやつ。あれからヒントを得た作り方なんだけど、このポロポロのたらこがめっちゃうまいっす。うん、この麺を器に持ってから食卓でこうたらこをかける、あれがねごちそう演出なんですよ。もう人が集まる時とかあれやったら盛り上がること間違いなし。ぜひ作ってみてください。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。こんな料理作ってっていうリクエストもあったら、ぜひコメントに書き込んでください。というわけでまた会いましょう。さよなら。